取引を行いましょう。ありがとうございました。この志必ずや果たしてみせようぞ。強行29日また山内上杉から来るのか。良い武将だといいね。この城もらい受ける。もうやっぱり偽物の竹だけは弱いですね。行くぞ。後に続け。では武将ガチャ見に行きます。あらひどい、この無能っぷり。ワープ武将として使えばいいね程度ですね。個性何もなし。戦法はあまり見かけない戦法持ってますね。口を引きことよ。強行47日長老残り27日分しかないですよ。これは包囲にするか強行にするか悩みどころですね。包囲にしておきます。武将ガチャします。おお、ある意味当たりじゃないですか。内政関係がズバ抜けてますね。なるほど。失敗はきついな。なるほど。78か、いけるでしょ。遠くのお城をプレゼントしました。太鼓持ちですから、ちょっとは使い道ありそうですね。口を引きことよ。やっと、包囲も終わりましたね。報告いたす。先月の収支でございます。では、どんどん壊していきます。かしこまりました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 。武田と雨子は延長戦していきます。それ以外との講話をしっかりとやっておきました。細川さんとそろそろ延長時期なので同盟延長していきます。同盟延長が光っていませんね。その代わりに従属が光っています。これは従属させるしかないです。したまえ。かしこまりました。従属できるのはすごくありがたいですね。ちょっと数年前までは逆に従属していたのに、数年の間に立場逆転で侵入していた勢力を逆に従属させるなんて本当すごい立場大逆転ですね。
まさか、大逆転で、従属させれるとは思ってはいませんでしたけどね。取引を行いましょう。ありがとうございました。民の穏やかなる暮らしを守る。それが我ら北条の役目よ。方位70日、交渉します。大内さん、大友と戦いなんですね。応援しますよ。助立ちいたす。手を貸してやろう。手を貸してやろう。敵が我が領内に向かっております。上杉め、戦線帰国してくるなんて生意気だ。とりあえず一部隊追加しておいて、近場の部隊で護衛に回ろうと思います。出陣するぞ。手段は選ばぬ。勝つためなら。かたじけなし。アマゴも後ろ2個か。毛利に取られないように注意しないとですね。出陣する。全面解放44、成功するのだろうか。みんな、勝ち時を上げよう。44で成功したのはなんか嬉しいですね。行くぞ。出陣するぞ。あれ、海の口上の護衛に回らないんですか。取り囲まれてからでも遅くないでしょ。確か弱い武将を置いておいた気がしますし。武将がちゃったー。お、良いんじゃないんですか。戦闘武将来ましたね。なるほどな。2連続失敗ですか。お城あげるのでワープしておいでよ。ち、ダメか。残念。久々に失敗してますね。ですね。まさか失敗するとは思ってませんでしたよ。また武将ガチャ来ました。大友さん、ハッスルしすぎですよ。同盟に本物の竹だけが付いているから安心して攻めれるんでしょうね。アマゴさん、ダメだよ、出てきちゃ。生殺与奪、すべて勝者の思いがままよ。よかった、籠城戦になったのでこれで調整できますね。方位で時間調整しておきます。強行78日。あ、山内上杉到着したんですね。じゃ、籠城で時間稼ぎでもしますか。報告いたす。先月の収支でございます。では、武将ガチャしますか。意外と戦闘武将としてはイブルイじゃないですか。 SR でも引けたんですか。
ん、レアくらいじゃないんでしょうか。ノーマルの強さではないですね。なるほどな。では、お城でもあげますか。もともと、神言のお城ですよ。嬉しいでしょ。個性も持っていて、使い勝手いい武将ですね。口惜しきことよ。